ワンちゃん出てる。ご一緒に、こんにちは。どうもありがとうございます。今日はちょっとお天気を心配していましたが、何を心配していたんだろうというくらいいいお天気になりまして、暑いですね。皆さん熱中症には十分に気をつけて、この後は一日熊本駅秋の瑞穂祭りお楽しみいただきたいと思っています。今日明日と2日間このイベントを開催されます。この白川口もね、ここで飲食ブースもあったり、ステージイベントも盛りだくさんでの開催となります。ゆっくりと楽しんでいきましょう。2日間司会を務めさせていただきます、尾形ひとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それでは早速ですが、ここで開会にあたりまして、主催者を代表いたしまして、九州旅客鉄道株式会社熊本駅長の出口博文より皆様にご挨拶を申し上げます。それではステージにお願いいたします。こんにちは。ただいまご紹介いただきました JR 九州熊本駅の出口と申します。本日は熊本駅秋の瑞穂祭りにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回の祭りは10月14日における鉄道の日の記念をイベントをしまして、また市街地においてですね、祭りアイランド九州開催されておりますが、この2日間に合わせて九州熊本の魅力を発信するために企画いたしました。特別なですね、ステージイベントやまた県内の人気グルメ店、各20店舗をですねご用意しておりますので、お楽しみいただけたらと思っております。また、熊本市農産物フェア実行委員会の皆様に大変ご協力いただきまして、今回は熊本市農産物フェア2019も同時に開催しております。こちらも合わせてお楽しみいただければと思っております。それから本日のみではございますが、 JR 九州ウォーキングも開催しております。桜の川城西までですね、約5キロのコースなんですが、13時まで受付をしております。ぜひですね、健康のために、初めての方はご参加いただけたらと思っております。最後になりますが、今後もお客様に、より良い、旅の思い出をですね提供できますよう、皆様と一体となって、さらなる駅の魅力づくりを、行ってまいりたいと思っております。引き続き JR 九州熊本駅をご愛顧いただきますようお願い申し上げまして、私からの、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。熊本駅長より皆様にご挨拶を申し上げました。それでは、もうね、演者の皆さんは準備できてますが、ここで今回のイベントのことをちょっとだけお話しさせてください。今ですね、もう熊本駅周りはね、工事が行われていて、2021年の春完成を目指して、着々と進んでいるところではありますが、この広場はですね、それは関係ないということで、今日もたくさんのブースが出ています。飲食ブースは熊本県内東西南北、いろんなところからですね、美味しいものがずらーっと今回も並んでいますので、お昼ご飯、おやつ、そして今日夜7時までありますから、夕ご飯までですね、ゆっくりと楽しんでいっていただきたいなと思います。一つ一つのブースはまた後ほどね、今日一日の中で時間があるときにご紹介していけたらいいかなと思っています。ステージのイベントなんですけれども、この後ですね、この朝日保育園の皆さんによる演奏を楽しんでいただきまして、11時50分から仮面ライダーゼロワンショー1回目が開催されます。握手会と撮影会も合わせての開催です。1時からはくまモンのステージです。そして1時55分から熊本学園大学吹奏楽部の演奏、2時35分から菊陽武蔵剣豪太鼓のステージ、
3時30分から熊本城おもてなし武将隊のステージ、そして4時10分からいちごクラブのステージ、ちっちゃい子さん楽しんでいただけると思います。1時50分からは仮面ライダーゼロワンショーの2回目のステージがあります。そして1時50分からはシンガーソングライターミカさんのライブ、6時30分からは、城南ひのきみ太鼓のステージ、そして夜の7時、今日は閉会ということで、また明日ということになります。1日ね、ゆっくりとステージイベントも合わせてお楽しみいただければ嬉しいです。それでは、もう暑いですね、早速進めていきましょう。しっかり待っててくれてどうもありがとう。簡単に、この朝日保育園の皆さんのご紹介させていただきます。今回は年長児のパンダ組の皆さんに来てもらっています。まだまだあどけない年長さんということですが、やるときはやるという子どもたちなんだそうです。朝日保育園のお兄さんお姉さんとして頑張ります。今日の水戸祭りでは熊本の子どもたちの代表としてお客さんをおもてなししたいと思っていますといただいています。演奏する曲はクイーンの伝説のチャンピオン、ウィーウィルロックユー、そして子どもたちに大人気米津玄師のパプリカ、それから、We Will Rock You Don't Stop Me Now ということになっております。皆さん演奏とともにね、子供たちの笑顔なども一緒に楽しんでいただきましょう。それでは準備いいですか、参りましょう。